こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、履歴書、そうなんです、私の考えとしては、私は採用をね、年間 100件ぐらいしてきた経緯もあって、履歴書についてすごく思うことがあるんですけども、履歴書よりも今は SNS の方が人のことをよく見れるなと思うんですよ、正直にね。まあ、ですんで、私の場合は特に履歴書不要で採用面接してきたんですよね。まあ、名前と、まあ、住所ぐらいはね、あった方がいいと思うんですよ。連絡先とか。そのぐらいあった方がいいと思いますけども。じゃあ、この履歴書に書かれたね、断片的な、それこそ自分をデコレーションして、これが私のベストですよって書いたものを、どのぐらい参考にするかですよね。その人の過去の、いわゆる職歴とか学歴と、これから自分の会社でどうやっていくかっていうのは、あんまりね、関係ないような気がするんですよね。それこそ、統率力があってリーダーシップがある人っていうのは、リーダーシップっていうのを書くところが履歴書にはないですからね。で、理科の成績が良かったですって言っても、うちの会社関係ないしなみたいな。まあ、そもそも私がね、経営してた会社っていうのは、飲食店であったり、まあ、遊戯場だったりね、麻雀店だったりとか、経歴がそれほど重要視されないんですよね。どちらかというと、履歴書の中に例えば料理が得意ですみたいなことが書いてあったりね、調理師専門学校行ってましたみたいなことが書いてあったら、ちょっと採用しようかなと思うけども、そこにですね、優秀な大学の卒業歴とか、その一部上場企業の職歴とかがあっても、うちの飲食店ではこういう人別にいらねえなと、鼻が高いだけちょっと邪魔になるかもしれないなみたいなことも起きるわけですよね。かと思ったら、学歴の高い人、例えばね、広島大学とか岡山大学に在学してました、卒業しましたって方がうちの飲食店のアルバイトに入ってくれたら、それこそね、そういった大学を目指している高校1年生とか2年生のアルバイトの先輩としてはうってつけなわけなんですよ。だから、そういうのを採用してみようかなとかね。そしたら、自習時間っていうのを設けて、時給をその大学生にね、お渡ししてね、2000円ぐらいだから卒業生ね、で2000円ぐらいお渡しして、特別枠で、で生徒さんこっちの方に勉強教えてあげてみたいな時間枠を取ったりっていう発想もあったりするわけなんですよね。だからね、私はね、どちらかというと SNS をやってる人を採用していたのと、 SNS をやっていて、この人と友達になりたいなって思わせてくれる人が優先事項だったと思いますね。当時はミクシーだったですけども、まあ、おかげでどうなったかというと、私の会社は全部潰れましたってことなんですけどね。一体何なんだと思いますよね。だからね、経営者の手腕が全てということでしょうね。まあ、私がお店をやったりとかね、会社をやったところで、そこに私以外の人間がいる以上、潰れる日は早かったということでございます。まあ、そんなもんでしょうね。私がこんな感じですからね、一人でやる会社がいいかなというところですね。一人でやる会社だと潰れないですね。なんですかね、議決が割れることもないですからね。私が決断したら終わりなんで一番いいですね。誰とも揉めないという、誰とも揉めずに、ビジネスの専門家がいて、顧問もそれぞれ法律の専門家がいてね、お前専門家だけじゃん、素人誰もいないというね、最もいい形でございます。だから、そこに教えないとできないような人が入ってくるから揉め事が起きたりとかね、自分で自分のマインドをコントロールできない人が会社に入ってくるから揉め事が起きたりとかするのかなと思いますよね。まあ、そうなると、いや本当にね、今ね、人に雇ってもらうことって、これだけ IT とかが進んじゃうと、人間の方が劣ってますからね、 IT よりね。そういう冷たい現実がありますんで、 IT よりも優れた人材になるか、 IT を使いこなせる人間にならなければ、 IT 主導の会社とかね、効率化を重視する会社には入れないのかなと思います。もちろん、人間だけでね、運営していて、そういう風なね、 IT とか関係なくて、経験と勘が勝負よみたいな世界は、まだまだ人が必要だと思いますんで、そういったところをね、狙うことになるのかなと思います。宮大工さんってすごく少ないらしいですよ。日本で10人しかいないとか、この前聞いたんですよ。宮大工さんね。宮大工どうですか、経験と勘の世界。それこそ履歴書いらないですよ。不屈の闘志がありますっていうふうなことを面接で話せればいいんじゃないですかね。だって宮大工さんって、本当ね、それほどまでに需要と供給のバランスが悪いところはないですからね。で、しかも宮大工さんってなくならないと思いますよ。国からの発注ですよね、基本的に。いいんじゃないかなと思いますけどね。 Google さん、ありがとう。